長島は2000年の正月番組で一言、ミレニアム1000年に一度のビッグイヤーですね。長島は息子和茂を球場に連れて行くが、試合後球場に忘れて帰ってきてしまう。後に和茂は一回だけじゃない、何回もあったと発言。長島は犬を散歩に連れて行き、なぜか犬だけ先に帰ってきた。長島は蕎麦屋で店主と蕎麦について熱く語り、蕎麦打ちの姿も見せてもらい感心した後注文したのがカツ丼。寿司屋では大将ではなく、なぜかヘイシェフと呼ぶ。初めてうなぎパイを食べた時、うなぎの味がしないぞと驚く。アメリカでマクドナルドを見た時も、こっちにも進出してるんだと驚く。